こんばんは皆さん、皆さんっていうほど聞いてるかどうかわかんないんだけど、まあいいかな。今日はあの歌詞を実際にどのように読むかっていうこと、個々の発音とかなんとかじゃなくて、一体あの歌の詩になったものをどういうふうに読むかっていうドイツ語とイタリアのことなどを話します。これはピーター・シュガイヤーテノールですね。とても綺麗に歌う、もともと合唱団でやっていて、それから歌った人で、聞いて感動しました。晩年は指揮もやってたかな、ピーター・シュガイヤーのことで、僕はドイツものを喋るって珍しいかもしれない。ノバラっていうハイデン・ロースラインという詩があります。ザーイン・クナーパー・ロースラインシティーンって言って、皆さんもわらべや見たり、野中のバラって言って、多分知っているあのゲーテの詩ですね。ゲーテですね。ゲーテはかなり私の近くにいる。日本でこれを結構習いました。これじゃなくて、これは分かりやすい例ですけど、ドイツ語のいろいろな歌曲集とかを習って、そしてドイツに行ったわけなんです。日本でもまともな先生は歌う前にまず詩を何回か読ませます。そこでこういうふうに習いました。読み方。ザ・アイン・クナープ・アイン・ロースライン・シュティーン・ロースライン・アウフ・デ・ハイデン。War so jung und morgen schön, lief er schnell es nah zu sehen. つまり、強弱と来るので、波が寄せては返すように、So ein Knab, ein Russlein stehen, Russlein auf der Heiden と習いました。で、ドイツでもこのように教えるからと。ということで、ドイツ行ったらそういう読み方じゃないんですよ。私はびっくりしてしまいました。ちょっと詩を読んでみますと言って、ある人が The ein Knab ein Russlein stehen Russlein auf der Heiden war so jung und morgen schön lief er schnell es nah zu sehen。 普通のなんていうんですか、言葉を読むように読む。なんか劇的にザー・アン・クナープ・アン・ルースライン・シティーンとは読まない。で、と思って、ドイツ人の知り合いに、ちょっと録音してくれる？これを。いいよとかいいわよって言って、みんなそのやり方なんですよ。ザー・アン・クナープ・アン・ルースライン・シティーンと、振り子がこう来るように強弱の音符だと言って、そういうふうには読まないんですよ。So, ein Knabe in Russland stehen, Russland auf der Heiden. あれ、独特な詩の読み方はしないということが分かりました。だから皆さんが So, ein Knabe in Russland stehen, バービー、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 大体どっから誰が来てどういうふうな正体が分かりません。さあ、次はイタリアのものの読み方です。ちょっとね、例によってこれはソレントの海岸じゃないかな。ここにイタリアの「ノイパリアモコジ」、私たちはこういうふうにしゃべりますっていう、これは自分で学習した本で習ったものではありません。イタリアで習ったのはすっごくいい本、カテリーノフという本ですが、それ出てこないです。さあ、これ会話集なんですが、適当に開けると、まあ、ちょっと見えるかな。なんかバスだかトラムだかちょっと言い合いしてるような写真で、これをなんていうんですか、読めと言われて、私はイタリアで「レイノンプオーサリーレダヴァンティシニオーレデーベサリーレディエトロ」、まあ「レイキエペンシアリアファーリスオイ」と読んだら学校で「ノンカンターレ」「はい、ノンカンターレラガーツ」って言われました。歌うんじゃない、読め、歌うんじゃないわよって先生、先生すごい美人だった。歌わない、だってもう一回読んでごらん。
レイノンポサリーレダバンティシニョーレデーベサリーノンカンターレ、歌わないでよ、え、歌わないのどうやって読むのって言うと、レ普通に読めばいい、レイノンポサリーレダバンティシニョーレデーベサリーレディエトロ、まあ、レイキエンペンシャリアファリスオイ、普通に読めないからダーリダーリダーリって言うんだ、ね、もうそれドイツで証明されてそういう読み方は違うんだ、そういう読み方はしないんだって、日本人独特の外国人のター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 タしないんだってことは分かってたけども、イタリア語その他に読み方がないから面白いですよね。あなたはちょっと何ですか、あなたはここにさっと乗ってきちゃいけないね、後で乗ってこなきゃいけないと、お前何言ってんだよ、自分のやることに集中しろよって言うと、それはコントロールのなんか検察の人だったんですね。うん。あの人の前に入ってきちゃダメだよ、順番崩してと注意してる。教科書にこんな人に物を言ったり言い合いしてるとこ出しませんけど、やっぱりイタリアですからこういうことは出てきます。まあそれはともかく。何ですかね、例えば「おそれみよ」でも「おそれみよ」を歌う前に「詩を言ってごらん」っていう先生は大変良心的な人ですが「ケベラコーサナイュルナタイソーレナリアセレーナドポナテンペスタ」っていう詩の読み方はイタリアにはない。ケベラコーサナイュルナタイソーレナリアセレーナドポナテンペスタ。もっと自然だってことですよね。なんていうんですかね。明日僕はローマを立ってミラノに来る。ミラノに来たら美味しいスパゲッティを食べる。でそういうような読み方になっちゃうと、なんですかね。すごいなんか子供っぽく歌ってる感じになっちゃう。詩の朗読とか読むってそういうもんじゃない。っていう日本で歌ったバー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 強弱強弱強弱一体何だったんだろうかと思いました。二つの国でそうなんですから、フランス語なんかもっとモノトーンですよね。サルーデマガションステピュアサルーデマガションステピュアっていう感じですから、強弱強弱が来ない。このようにまあ、一つの外国語、大体は留学は一つの国なんで、仕事ができて他の国に行ったりすることがあっても、ドイツではこうなんだ、イタリアではこうなんだということはありますが、共通する部分はヨーロッパであるベースがあります。そしてここはドイツとは違う、ここはフランスとは違う、なぜならイタリアだからっていうことがありますね。でも、まあ、欧米人といってアメリカとは一緒にできないんだけど、ヨーロッパ大陸の中ではこのぐらいの共通の基礎はあるなっていうことはあります。2つの国に留学したり3つ4ついろんなことを言うと、ああこれは共通、これはドイツ特有、これはイタリア特有っていうことが分かってくるかなと思います。で、詩、歌詞ですね、この曲の歌詞についてはダーリダーリダーリっていう、なんかちょっと悪く言えば軍隊的な読み方、常にこう歩調が集まって強弱強弱強弱、詩はそういうふうにできてるかもしれない、でもそういうふうに強弱強弱強弱って読んじゃうと本当に子供っぽくなっちゃうんで、そういう読み方はしてませんというようなお話でした。